チャオ、エリコです。皆さんお待たせしました。以前ですね、私の YouTube チャンネルとかインスタを通して皆さんに、なんでイタリア人って〇〇なのっていう質問を募集しますと呼びかけたんですけど、皆さんからたくさん質問をいただいて、それをイタリア語に訳して実際にイタリア人に皆さんからの質問をぶつけてみました。それは私のイタリア人向けのチャンネルの方で動画を上げたんですけど、なんと1800件ものコメントが来ました。すごいね。いや、こんなにたくさんコメントが返ってくると思ってなくて、で今日はそのイタリア人からの答えを日本語に訳して皆さんにお答えしたいと思います。今日はその前半ということで、まあ、ちょっと読み上げていく感じにはなるんですけど、皆さんとシェアしていきたいと思います。もうね、こんな感じでめっちゃ頑張って、まずその1800件の返事からちゃんと答えになってるなって思うものとか、あ、これ面白いなっていうものをまず抜粋して、今日はね5枚分あります。はい、ということで皆さん準備はいいですか？Allora cominciamo。なぜイタリア人は地下鉄の中で携帯で話せるのか。僕たちはおしゃべりが大好きだから、どこでもおしゃべりしちゃうんだよね。人に迷惑かけないぐらいの声の大きさなら交通機関の中でも話しても大丈夫だよ。もちろん叫んだりするのは迷惑だけどね。いや、結構大きい声で話してらっしゃる方もいると思うんですけどね。別に自分の会話が他の人に聞こえても恥ずかしくないよ。交通機関の中は別に普段僕たちがおしゃべりする場所の中の一つというだけであって、あえてそこで話すことをやめたりもしないし、あえて他の場所よりもたくさん話すということもない、まあ、なのでイタリア人にとっては交通機関の中も道端でおしゃべりするのと同じようにペチャクチャペチャクチャ話すということですね。なんですぐドタキャンするの？みんなやってるからという理由で簡単にドタキャンする人多いけど、私は良くないと思う。多分日本人よりもフリーな時間が多いから、今回ドタキャンしてもまたすぐ次の機会があると思ってしまうんだよね。なるほど。多分みんな自由であることの方を優先してしまうから、いつでも変更できるっていうフレキシブルなところを大切にしていると思う。なぜお酒一杯で長くいられるのか。イタリアに旅行行った時に日本みたいにお酒をたくさん飲んでたら、隣のカップルは一杯だけでかなりの時間を楽しんでいた。多分これはこの質問だけじゃちょっとわからないんですけど、アペリティーヴの時間だったのかなと私は思いました。アペリティーヴ、食前酒タイムですね。とりあえず人と会うための時間、夕食前に、まあ、軽くおつまみとお酒をいただく時間なので、その夕食前からたくさん飲むっていうことはあまりないっていう返事が多かったです。結構ね、ホームパーティーとか誰かの家に呼ばれてね行ったりすると、結構みんなワインとかをボトル開けたりするし、飲む量すごい人普通にいますね。なんでアジア人観光客に対する詐欺を取り締まらないんですか？広場のミサンガやろうとか、鳩の餌やろうとか、せっかくの旅行が台無しです。本当に残念なことだけど、イタリアという国はいつも悪者が勝つんだよ。てんてんてん。たとえ警察を呼んでも、もっと緊急なことがあるからって言って多分相手にしてくれないと思う。たとえその詐欺師たちを捕まえても、いずれすぐ解放されると思うし、法律が変わらない限り無駄な時間っていうだけ。これ結構ね、法律がっていうコメントがありましたね。今のイタリアの法律じゃ、そういうなんか観光客に対する詐欺師とかは取り締まっても意味がないっていうか、ちゃんと取り締まれないみたいな、もう警察の手にも負えないみたいな、半分諦めみたいな。だからもうそこは結構なんか、みんなそれぞれが自己責任で盗まれないように、ただ騙されないように自分が気をつけなさいっていう感じですね。イタリア人の彼のご両親に会った時に、みんなの前で口にキスされてびっくりしてしまいました。イタリアでは家族の前のスキンシップは当たり前なのでしょうか？日本に来た時に、私の家族や友人の前ではあまりしないでほしいと彼に言うのはかわいそうなことでしょうか？イタリアでは家族の前で軽くキスするぐらいならまあ普通、あと人前でカップルがイチャイチャするのも普通だけど、もし彼が日本に行くのであれば、その彼は日本の文化に従わなきゃいけないと思う。なのであなたが彼氏に、日本では私の家族の前でイチャイチャしないでっていうのは全く失礼なことじゃないし、むしろ彼が日本の文化に合わせて日本の文化を尊重するべきだと思う、だそうです。
タリアの家族を紹介する番組を見ていたのですが、どの家庭も部屋が綺麗で、ゴミ箱はキッチンの扉の中に収納してあったり、食事の時はテーブルクロスを敷いて食べているのにすごく驚きました。イタリア人は毎回テーブルセッティングをするのでしょうか。外よりも自分たちの家の中は綺麗にするという概念があるのでは。お客さんが来る時は必ず家を完璧にして迎えるだそうです。でも普段からも結構そうだと思います。確かに私も友達の家とか行くと結構みんなテーブルクロスは敷くし、なんかお皿もお皿の上にお皿を重ねてちゃんとナイフとかフォークとかセッティングしてますね。ほんとね、レストランみたいな。やっぱイタリア人ってさ、ホームパーティーしたり人を招くことが好きなので、でもちろん人を招くイコール絶対何かランチかディナーをするはずなので、テーブルのセッティングはもちろんですけど、綺麗に片付けて綺麗に掃除してますね。あと日本ってさ、いくらお客さんが来てもお客さんを通せる部屋と、まあ、自分の寝室とかさ、ちょっとプライベートのところは、まあ、ゲストに見せなかったりするじゃないですか。でも絶対イタリアってお客さんが来るとまずルームツアーが始まるんですよね。ここがリビングで、ここが私たちの寝室で、ここがトイレで、みたいな、全部見せてくれるんですよ。そこがちょっとやっぱ日本と違うなって思います。イタリアの成人男性のイメージで、ワイシャツに革靴の姿、かっこいいっていうのがあるんですけど、事実なのでしょうか？この質問に対してのコメントは、ほとんどみんな、ノー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 って、たくさんノーがありました。の事実じゃないよ。それは日本人がイタリア人に持っているイメージなのかな。大抵イタリア人は着やすい服を着るよ。革靴よりスニーカーの方が断然人気だよ。フォーマルな服装をすべき時だけだと思う、だそうです。パスタ以外って週に何回食べますか？パスタかピザは毎日食べるよ。いやいや、パスタ以外で。パスタは大抵お昼に食べるよ。いやだからパスタ以外で。お昼に毎日パスタを食べます。パスタ以外って週何回食べますっていうか、もう毎日食べるみたいですね。でもほんとね、大体みんなパスタはお昼で、夜はパスタ食べない人が多いみたいです。野菜とかお肉料理とか、ハムとチーズとか、あと何だったかな、あ、たまに魚も食べます、だそうです。やっぱりナンパは大事な文化。女なしで男は生きていけないだろう。 DNA だよ。ナンパっていうのが、女性に話しかけたり女性を褒めたりすることならば、確かにそれはよくするし、僕らにとってはナンパというか女性に対する礼儀。多分僕らは自然体だから、思うままに行動を発言しちゃうんじゃないかな、だそうです。答えづらいかもしれませんが、マフィアってどんな感じ？これね、結構みんな知らないっぽいですね。答え結構知らない、わからない、見たことないっていうのが多かったです。ヤクザと同じ。てかヤクザのことよく知ってんのかな。うん、見たことないからわからない。知らない。最低の悪党たち、とっても危険な奴ら、水面下で動いてて、イタリアのどこにでも潜んでいる、誰も反抗できない、だそうです。イタリア人の男の子たちはみんなサッカー選手になることを夢見るの？そうだね、ほとんどの男の子がサッカー選手になりたいって一度は思うと思う。昔は結構みんなサッカー選手になりたいって言っていたけど、最近ではYouTuber になりたいっていう子供もいるよ、だそうです。イタリアの男性はマザコンって本当なの？確かにそうかも。とにかく家族が大事。よく母親は息子を甘やかすから、大人になってもマザコンの人はいると思う。いい大人でもまだ実家に住んでいる男性は多い。だから母親と一緒に住んでいるという事実がマザコンだと勘違いされることはあるかもしれない。でも僕は母を愛しているが、親に自分の意見を押し付けられるのは大嫌いだ、だそうです。なんで料理にそこまで厳しいの？カルボナーラにクリームを入れるのは間違い、パイナップルをピザに乗せると怒るというのは有名だけど、実際にそれを見たらどんな気持ちなんですか？人によってだと思うけど、私はいろんな料理を試すのが好きだし、ピザにパイナップルも全然 OK っていうコメントがありました。これすごい意外でした。もうその他のコメントはやっぱりちょっと厳しいっていうか、イタリア料理は伝統文化の一つなんだ、だから僕たちの先祖が作り上げてきた大事なもの、だからトラディショナルなレシピに沿っていないお料理はイタリア料理というよりはイタリア料理のバリエーションとして受け入れる。伝統レシピじゃないお料理はイタリアでは受け入れられない。カルボナーラにクリームは実に痛い。血管が切れそう。ブチ切れる。
なんでそんなにおしゃれなの？おしゃれでいる方が気持ちもいいでしょ？服装があなたの人柄を映し出しているから、服装が自分のステータスになるからだそうです。なんでフランスに対抗意識を強く持っているの？隣接している国同士ではよくあることだと思う。イタリア人とフランス人が似てるって言われると嫌です。そう言われると表面上しか見てもらえてないんだなと思う。あ、なるほど。別にフランス人に対して対抗意識を持っているわけじゃない。イタリア人の方が優れてるって分かってるからね。ははは。いや、めっちゃ対抗意識持っとるやん。サッカー界では確かにイタリアとフランスは対抗意識持ってるし、歴史上で言えば多分ナポレオンがイタリア人の有名な画家の傑作をたくさん持ち帰ったから、2006年のワールドカップからフランスとイタリアの対抗意識が目立つようになったのかなっていうのもあります。確かにライバル意識があるけど、兄弟、いとこみたいな存在でもあるよ、だそうです。共通しているところがたくさんあるから、例えば美味しいチーズやワインを生産しているのも同じだし、そういったことからも自然とライバルになってしまうのかも。なるほど。あとこれ最後にジョークでなんですけど、イタリア人のレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたモナリザがフランスに奪われたから、なんでスポーツ観戦であんなに熱くなれるの？普段家族でテレビでスポーツ観戦をすることが多いから、家族にとっての大切な時間、誰かと一緒に応援しているその時間が楽しいから、ね、日本もワールドカップとかある時ね、みんなで応援するのが楽しいですよね。なんでドゥオーモがあちこちにあるのか。ドゥオーモは大聖堂という意味で、その町を代表する教会という意味だよ。まあそういう答えが多かったですね。ドゥオーモっていう言葉はなんかラテン語のドムスっていう言葉から来てるっていうコメントもありました。ドムスは神の家っていう意味らしいです、ラテン語で。なんでよく爪を噛むの？確かにいますね、これイタリアでよく見る。ストレスから気を紛らわすため、不安解消のため、まあ、多分日本人のあの貧乏ゆすりみたいな感じだと思います。前半の最後の質問です。イタリア人って本当にお酒に強いの？はい、美味しいワインがイタリアにはたくさんあるから。イタリアではベロンベロンに酔っ払うのはカッコ悪いと思われるから、あまり飲みすぎないようにセーブしているのかもしれない。確かに強いかも。本当だと思う、だそうです。いかがだったでしょうか。なんかね、結構一人のコメントがめちゃくちゃ長いんですよ。一人の人が40個の質問に全て答えてくれてる人とかがたくさんいて、コメント数も多いんですけど、コメントの一件一件の長さもすごい長くて、もしイタリア語をね勉強されてる方とかはぜひ私のエリコッテのチャンネルの方に行ってみてください。コメント読むと勉強になると思います。はい、ということで今日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。チビデマダプロスマ、チャオチャオ。